はい、こんばんは、うさです。今夜始めていくのはこちら、ドラゴンクエスト消し消しかな。はい、イベントはやってないんですけれども、でもイベントなのかな、これも。はい、ですね、7月31日にとうとう終わってしまう、サービス終了してしまう、この消し消し。この消し消しのね、最後のクライマックスイベントみたいな感じでしょうか。はい、なんかすごい、たくさんイベントなんだね、やっぱね。敵が押し寄せてきております。難敵チャレンジ連続でダーッといっぱい来てるわけなんですけど、魔王級、いわゆるちょっとむっちゃ強い奴らが結構短いスパンで、はい、やってきております。もうね、怒涛のように来てるので、毎週来てるので、なんていうか、私、意外とでもないな。はい。ズバリ弱いので、ど下手くそなのでね。いつも、ヒーヒー言いながら、なんとかクリアしているような感じでございます。で、まあ、今回は、今度、新しいのが始まるのが、はい。この、バックに映っております。魔王級、どっかで見たことのあるデスピサロー怖いバージョン、はい、来るみたいでございます。でね、前回の動画で、その難敵チャレンジのボスの弱点色の属性色が、このピックアップガチャの復刻版みたいなのやってるんですけれども、その色に対応したのが、来てるんじゃないかって言ってたんですけど、あれ、嘘こきました。はい、嘘です。忘れてください。早くも、結構、早い段階で、はい。前回ね、先週までは、確かに、このピックアップガチャ、緑色をピックアップで来てたんですけれども、緑色、確かに、この、緑色が弱点の、デスピシャルを着たんですけれども、なんでか知らんけど、ちょうどこの13日を境に、デスピシャル属性色緑が苦手な弱点なデスピシャルがアップデートで来たんですけど、登場したと同時に緑のピックアップガチャ終了しました。おいい私がせっかくなんか、堂々とちょっと頭いいようなことを言ってみたのに、せっかく頑張って言ってみたのに、うん、やっぱり、アホの子だった。アホ丸出しでございました。はい。で、まあ画像ではね、まだ先週のやつを上げているんですけれども、一応ですね、今回は、次のね、魔王級のこの難敵チャレンジが6月13日からっていうことだったので、アップデートで来ることになっていたので、はい、動画を13日に合わせたんですよ。そしたらその間にそのピックアップガチャ緑色のやつが終わってしまいまして、おやっていう感じで、もうアホ丸出しなんですけどね。いや、で、まだこちらの方は、一応動画の方は、辻褄を合わせてるわけではないんですけども、ガチャ、はい、分回させていただいております。でも、まあ、間違ってはいなかったのかな。同時開催ではなかったんですけれども、結果的にこのね、緑のガチャを回しておいたことによりまして、13日の今日から、登場したこのデスピサロさんにはなんとか頑張って勝てるのかな、はい、いいところまで行けるぐらいの戦力のドラ消しは手に入れることができたんじゃないかなって思ったりはしております。でも見ての通り相変わらずのガチャ運で、はい、もうさんさんたる結果っていう感じで、何しろ虹色があまり出てないのがいっぱい、なんだか動画に出てて、なんかね、こうやってね、いっぱいたまーに虹色出るんですけどね。これは嬉しかった。うん。
これはめちゃくちゃ嬉しかった。X、旧ツイッターの方でね、舞い上がって思わずこの画像を上げてしまうぐらい、はい、嬉しかった。このね、バレンタインローラ姫はバレンタイン、書いてある通り、もちろんバレンタインの期間のイベントとしてね、ピックアップガチャで出てきたドラケシのローラ姫なんですけれども、まあ、バレンタインだから、チョコレート色、チョコをモチーフにしたドレスでね、むっちゃ可愛いんですけど、これね、めちゃくちゃ私も欲しくて、すごいその当時頑張って分回したりしたんですけれども、はい、もう、案の定なんですけれども、ゲットならず、悲しみに暮れていたわけなんですけれども、今ここでそのね、雪辱を晴らす時が来たぜ。うん、でもなんか画面今ね、もう切り替わってて、キリン柄のなんか、剣が出てたりとかしてるわけなんだけど、キリンじゃないんだけどね、あれはね。はい。ラブリーセーニャ、これも可愛いよね。ドラゴンクエスト11の方のキャラクターだけどね。まあ、確かにね、セーニャとベロニカ、双子で、この、双子コーデの衣装をまとった二人のね、ドラケシも出てたんですけどね。私、ベロニカももちろん欲しかったんだけど、ベロニカには縁がなくて、セーニャばっかり出るんですよ。もちろんセーニャも可愛くてすっごい好きなんですけど、やっぱりね、どうせだったら、セーニャとベロニカはペアで欲しい。並んでて欲しい。ので、ベロニカなんとか出したいんですけど、全然ベロニカ、ノーマルのベロニカさえ出てないっていう、もう、本当に情けない結果を今もたらしているので、なんとかこのサービス終了までには、手に入れたいところ。ロトだ。このロトの血を引きし勇者は、これはね、いわゆるドラゴンクエスト無印、いわゆる1ですね。一番最初のね、ドラゴンクエストの主人公なんだけども、ちょうどね、つい先日、6月10日、語呂合わせで、ロトの日って言われててね、それこそ X、旧ツイッター上は、そのロトの日っていうのがね、タグでいっぱいお祝いポストが溢れていたわけなんですよ。それはもう華やかでございました。あ、花嫁ビアンカ。これはね、私違うキャラクターだったかな。とかでもね、結構お世話になってるドラケシなんですけど、出てたんですけど、これはね、かなりね、範囲、攻撃範囲がむちゃくちゃ広くてですね、私の大好物。私の大好物のむちゃくちゃ、なんか、バカなぐらい、アホなぐらい、やたらと闇雲に攻撃範囲が広いドラケシ。しかも確かね、2回攻撃だったような気がする。もう無敵。無双できるよねっていうぐらい。うん、私は、レベルをマックスまで上げるのは当たり前。で、スキルの種もね、できる限りこの花嫁でベロニカに、ベロニカじゃない、花嫁の、はい、ビアンカに、めっちゃ突っ込んで、はい、可愛がっていた記憶のある、はい、花嫁ビアンカ。でもね、花嫁ビアンカ、好きなんですけども、やっぱりね、こうなってくるとね、さっきのセーニャベロニカじゃないんですけれども、ビアンカと来たらね、フローラも欲しいだろうっていうところもあったんですね。来た！これ！スコアランキング！はい、マルさん、おめでとうございます。1位マルさん、2位シゲオさん、3位テッレさん、4位ハヤトーチさん、そして5位にアンパンさん、前もいたね。で、6位にメアリーさん、メアリーさんだ。そして7位にネズコさん、ネズコさんってこれ絶対鬼滅がなければ読めなかったこの字。8位にエニクスなんだ。エニクスさんおめでとうございます。そして9位にラストさん、なんかもう知った名前いっぱいだな。で、10位が、カツマサーさんかな。はい、ちょっと読みなくて申し訳ないんですけど、はい、皆様おめでとうございます。もう知った名前、X、9、
ツイッターの方でもすっごいお世話になってるフォロワーさんがいっぱい、なんか名前が出てて、ほんと私嬉しいです。みんなおめでとう。ほんとすごいと思う。だって私本当にね、何度も言うようだけど、この難敵チャレンジは、ステージ2まで行って、ようやくっていう感じです。ステージ3はほぼほぼクリアできてないんです。私、はい、頑張ってはいるんですけど、チャレンジしてるんですけど、なのでね、ステージ4なんか全然見てないんで、本当に本気でね、このクリアして、しかもランキングに入ってしまうランカーさんのお友達、皆さん、本当に私、誇らしい。自分のことじゃないけど、やっぱりね、仲良くしてくださってるフォロワーさんとかね、フレさんとかが、ランキングに入ってくると、もうめちゃくちゃ嬉しいでございます。おめでとうございます。何度も何度もね、今回も、言わせてもらってしまって、あれですが、やっぱり、皆さんのおかげでこうしてね、このイベントもそうですけど、助けられてるし、支えられてる気がします。本当にありがとうございます。そしておめでとうございます。でもね、やっぱり知らない人ばっかりがザーッと流れていくよりは、全然もう、このランキングを見るテンションっていうんでしょうかね。もう意気込みというか、そういうのが全然違いますからね。私、これ、自分は絶対乗らないのは分かってるんだけども、楽しみにしてますもん。このランキング発表の時。はい。ってことで、今回の難敵チャレンジ、魔族の王。魔族の王。やっぱり魔族の王って言ったら、今ね、ドラゴンクエスト10オンラインやってるんで、ちょっと違う魔族とかが頭よぎっちゃうんですけども、やっぱね、ドラゴンクエストって言ったら、この、デスピサロは外せないと思うんですね。で、デスピサロさん、ね、同じ名前のピサロさんとかね、じゃあどういう関係性があるのとか、ドラゴンクエストを全部ナンバリングをクリアされてない方とかはね、かなりこう、悶々とするところではあると思うんですけれども、まあ、ネットでね、今はね、調べてしまえば、多分、テキストで、1画面で全部まとめてくださってる気がするんですよ。ざっと見ちゃうともう全部、どういった関係性があるのかとかね、分かってしまうぐらいの、世の中ではありますけれども、やっぱり私ドラクエ好きなので、声を大きく早口で言わせてもらうならば、ドラクエいいぞ、やっといた方がええぞ。このピサロさんとね、デスピサロさんの関係性やいかに、はい、楽しんでほしいって思ってしまうのは確かにあるんですね。やっぱりね、ちょっと長いしね、それこそお金もやっぱりなんだかんだかかるんで、よいしょーっていう腰を上げる時の第一歩みたいなのが結構必要だとは思いますけども、思い切りが必要だとは思うんですけれども、ドラクエ攻めてナンバリングね、ちょいちょいと触り程度でもやっている、置くと、もうより一層ドラクエし楽しめるんじゃないかなって思います。はい。ということで、今回のメインイベント、新しいガチャガチャ、黄色になっちゃった、黄色になっちゃったよ。はい。動揺しすぎて下が回んなかった。はい。13日からのデスピサロと一緒に来たピックアップガチャ、新しいのは黄色でございました。黄色か。ふぅ、前回の私の言ったこと全部台無しにしてくれました。はい。黄色でございます。そして、ほんとね、もう出てるものも、いろいろ私の心の、いろんなものを台無しにしてくれてます。はい。何も出る気配がない。イベントだろ、これ一応。なんで、この虹の中から、こう、これも知ってるな、もうな。いや、嬉しいっちゃ嬉しいけど、そっか、竜王か。まあいいんだけど、竜王か。しかも星5だな。でも、つら。でもね、まあ、こんな感じでガチャも私どんどん進めていくのでね、めげずにやっていくよー。
うん、頑張っていくよ、これからも。あ、ちょっと待って。星5でもいいで、いいです、嬉しいです。テリーダ、テリーダ、セネマ女のテリーダ。うわ、よだれ出そう、かっこいい。うわー、出たー、やった、嬉しい。ごめんなさい、下のね、もう乾かぬうちに、ドラゴンクエスト、消し消しのガチャ最高。もう手のひらくるーって感じなんですけど。もう、なんていうか私、いろいろと浅はかですね。はい。まあ、こんな感じで軽く生きておりますので、どうぞ、生温かく見守っていただけると嬉しい、うさぴよでございました。はい。ということでね、こんな感じでしょうか。そろそろ行ってみましょう。魔王級デスピサロー難敵チャレンジでございます。いや、絶対これ強いだろうな。さっきね、なんかチラッと言いましたけど、先週までにあったこのデスピサロの弱点色の色が緑みたいなんですけれども、じゃあ緑のちゃんと育ててたのかっていうと、うん、胸を張って言えるんですけど、うん、まだ育ててないやっていうか、育てきれてませんっていう感じなんですけれども、胸張って言うことじゃないんですけどね。はい。で、こいつ自体がこれだけ真緑で、緑一色でありながら緑が苦手ってどういうことだっていう感じなんですけど、はい。で、一応、毎週の、はい、恒例なので、言っときましょう。私のヘッポコプレイでございますけれども、一応ね、形だけでも緑にちょっと寄せてみて、完全に全部のね、色を緑のパーティーにはできなかったんですけれども、なんとなくこう、育ってるやつで、一応レベルがそこそこあるやつで、緑のやつを練り込みながらの、パーティーで挑んでいるわけなんですけど、なんか全然減らなくて不安になってきた。もうこれだけ長いことやっててね、痛感しているのは、もちろんこのね、それぞれのドラケスのレベルの数字、それが大きいほどそりゃいいのも確かですし、なんならね、マックスにしているのが楽勝への道に一歩近づいているわけなんですけれども、それ以上に勝つのに必要なのってスキルレベルなんですよね。要はね、このスキルドラ消しに技をね出せる、このスキルドラ消しに出来上がってからスキルが発動できるんですけど、それぞれのドラ消しのそれぞれの持つスキルにも発動できるんですけど、そのね、発動するスキルのレベル、これがね、スキルの種とかそういったものでしか上げることはできないんですけれどもね。でもそれでしっかり上がってると、やっぱりこういった巨大敵だったり強敵チャレンジ、そしてこの今チャレンジしている難敵チャレンジ、こういったね、まあいわゆるバトルコンテンツにだんだんこう勝利に近づいていける、クリアに近づける秘訣みたいなんですけれどもね。でも先ほどお話しした通り、スキルレベルを上げるにはただ戦ってるだけでは上がんないんですよね。普通のレベルはね、戦ってれば経験値が入って、その経験値でだんだんレベルは自動的に上がってくれるんですけれども、スキルレベルに関しては、そのスキルを上げるためのアイテムとかだったりね、そういったものがないと上げることができないんで、どうしても、やっぱり地道にそのアイテムをゲットするコンテンツをどんどんこなしていくとかね、なんかしなきゃ、全然そのスキルレベルを上げることは叶わなかったわけなんですよ。なのでね、スキルの種とかね、上げることのできるアイテムは、貴重でした。はい。ってなこと言ってたら、なんか、
カマキリみたいな色になっちゃって。はい。水木太郎さん。なんか、色が、毒々しい、強そうな色ではない。ちょっとなんか軽めの緑になっちゃってるんですけど、落書きではね。なんか可愛らしくなって仕上がって、はい、終わりました。まあ、1がね、結構これだけ苦戦したので、2も多分すごい苦戦しそうなんで、2からは、ちょっと腰を据えて、もうちょっとレベル上げてから、この動画外のところで頑張っていこうかと思ってます。で、この難敵チャレンジ、1回でもね、これ、こうやって1ステージをクリアすれば、そのクリア報酬としてもらえるのが、この復刻版のガチャ。これを10回、いわゆる10連ガチャを1回ね、チャレンジできるコインがもらえるというわけでございますよ。太っ腹だな。でもね、こうやってパーッと見てみるだけでも、復刻版っていうだけあって、もう過去に今までのいろんなピックアップガチャで見てきた、すごい欲しかった顔ぶれいっぱいでございます。いやーい、すごい、これざっと見てるだけでも、イベントをやってた時、めちゃくちゃこのドラケシが欲しくて、ガチャを祈る気持ちで回していた、そんな記憶が蘇るぐらい、欲しかったガチャじゃない、ドラケシがいっぱい練り込まれている。はい、これが復刻版ガチャ。なんか重厚な感じの黒いガチャのマシンからひねり出される。虹がないそしてなんだこりゃ。ちょっと待って。どこが復刻版なの？何が復刻してた今。ちょっと。はい。っていう感じでございます。はい。今回のウサピオの巣はこんな感じでございました。はい。ランキング入った皆さんおめでとうございます。そしてまたすぐに次回次の動画とか上げていきますので、ぜひお楽しみにお待ちください。ご視聴お付き合いありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター、X のフォローもお待ちいたしております。それでは今回はこの辺でおやすみなさい。またね。